新藤辰巳のゴミラジオ。キャンディ、キャンディ。新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。いとこの坂巻さんです、ね。いとこの坂巻さんです。今日はですね、元ヤンの芸人を言い続けるだけ。いいね、いいね。いい。いいじゃないですか。あ、そうやね。やっぱ男はそういうの好きです。いや、好きというか、言い続けるだけ。結構いるよね。結構いるね。意外にね。まあまあ、まあ、バッドボーイズさんとかね。まあまあ、大丈夫。佐田さん。もう元ヤンで売ってるぐらいのね。そうそうそう。だから。この、チーム名が、源泥っていうのね、とこの総長です。あ、そこまで調べてる。あ、そうそうそう。やっぱみんな暴走族に割と入ってるので、チーム名もちょっと紹介してください。ああ、いいですね。ああ、いい。僕、そういう気持ち。珍しいね、なんかね。やっぱ男はね、やっぱ不良に憧れますからね。やっぱね、好きだから、ロックブルとかクローズとか好きだからね。そうそうそう。で、まあ、パンクブームのね、黒瀬淳さん、ね。ああ、聞いたことある。これ有名だよね、悪かったんだよね。悪かったらしいね。うん、悪島っていう族の。怖そう。悪いに、死ぬに、悪魔のまで、悪島。死ぬに悪魔なんだ。でも副総長でした。へえー、副総長。どっちも九州の人。うん、そうだよね。そうそうそう。まあ佐田さんがビビったぐらいなね人だから相当怖い人だったらしいもんね。全然やっぱ面影はないですよね、うん、言われたらええって思うけどね。そうね、うん、でまあ俗に入ってるという情報はないんですけど、やっぱ土田さんとかもね、まあまあまあ有名ですよね。まあまあリーゼントの写真とかね、よくありましたけど。アメトークでもね、そんな話してる。品川さんとか、うん、まあ一応俗にちょっと入ってないとか。でもなんか卑怯者のちょっとヤンキーみたいなね、見せ方で、なんか映画なんか自分でそういう見せ方やってるもんね、なんか。品川さんが撮った映画。自分で。ああ、そうなの。自分の役割だったら、そういう感じなのかなと。富澤さんとかさ、うん、卒業アルバムの写真にこうバッとこう持って、リーゼントでこうバッと持ってる写真とかで、まあヤンキーなんじゃないかと。サンドイッチマン、サンドイッチマン、富澤さん、うん、それはまあ結構有名な写真ですね。まあ、ちょっと昔で言うともう解散してしまいましたけど、アームストロングの栗山直人さんね。とにかく明るい安村さんの相方の方ですね、はいはいはい。まあ、この人は初代しぐれっていうのが入った。初代しぐれ、初代なんや。しかも初代の時に入ったしぐれ、しぐれですね。これは暴走族の名前ないんですけどね、やっぱね、重岡さんもね、ラフコントロールもね、はいはいはい、この人もやんちゃで有名、うん、もうそれが芸風です、うん、まあ、兄弟全員が強かったっていうね。重岡4兄弟でしたっけ、うん、怖かったんだろうね、うん、あだ名が最強とかそんなそんなんだったよね、あだ名が。兄貴やったか最強で怒られたね、一回喧嘩負けて、なんだお前まだ最強じゃねえのかって怒られたっていうね、エピソードがあるぐらい。どういうあだ名、ね、すごすぎて面白いっていうね。でもいますよね、地元に怖い兄弟みたいな、いますよね、うん、そういう人って。よく漫画にもなったよね、何兄弟だっけ、誰々何兄弟ってめっちゃ怖い感じするもんね。兄弟とか怖い、血筋で怖えんかいっていうね。やっぱ遺伝子なんだろうな、うん、で、あと、まあ、コアもっと並べてましたね。後にシェーンって名前になりますけど、うん、だから特攻服着てやってましたもんね、ネタ。そう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 、聖夜っていう、うん、グループと族と、うん、マジョランっていう、ね、グループ、これは別々の暴走族だったのかな。これ聖なる夜って聖夜とね、うん、悪魔の間に女に卵です、マジョラン。卵マジョランで、ね、卵なんや、卵卵なんて、あっちじゃないですよ、カレーな、カレーな方じゃないですよ。マジョランっていうね、面白いな。で若月も解散してしまいましたね。おあ、兄貴の人も、そうですね、まあ、ちょっとリーゼントでヤンキーだったけど、まあ、うん、兄弟ともに、うん、マリアという暴走族チームで活動してましたね。真に、に年って書いて、アジアのあれマリア、マリア、はい、なんかね、我が家の坪倉さんも結構ヤンキーだったらしいです。坪倉さんってイケメンの、そうそう、ヤンキーだったらしいですね、これ別に結構。あ、それはあんま知らない、うん、で割とその市場に出てる話らしいですね、うん、これね。でエリートヤンキーもね、うん、やっぱヤンキーの担当の方が立場結構多いですね、そう考えると。ミノルさんヤンキーで、エリートとヤンキーの子だから残ってる方はエリートの方ですね、うん、結構怖いとされてるんですけどね、相方の人は、うん、でもヤンキーの方がちょっと小さい方が、うん、まあ有名だとね、スーパーマラドーナの滝地さんとかね、はい、あと天竺ネズミ、セシタさん。いや、それはめっちゃ聞いたことある。ね。すごい
すごい強いんでしょ。そう、俺もまんま同じ。すごい強いって聞いたんだよね。何十人を相手にしてガッツリしますじゃん。いやもうそういうレベルね。もうちゃんと戦法があって、うん、なんかやっぱ一気に相手にしないって、なんかちょっと細い車と車の間みたいなところにファーって移動して、うん、そしたら一人ずつやれば、おー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 、ファーって移動して。賢いんだ、うん、計算してやんだね。って話聞いたことある。あーでもそれはあるよね、なんかね。よくね、戦い方も、大勢でいくら向かってきても最高3人までしか近寄れないから、それの計算でやっつけていくっていう。だから一気に攻撃されてとしても、なんか戦い方があるみたいなのもね、聞いたことある。やっぱ喧嘩ならしてないとね。まあ、意外と有名なのはバカリズムさんとかね。意外と、あ、俺知らん、そうなん、あの人は筋肉が実はすごいあったけど落としてから芸人になったという。マジ、うん、怖かったやん。ええ、そうそう、ヤンキーやったやん。そうそう、なんかちょっと気に入らないやつがいたら電車でドロップキックして大暴れしたりとかしてたらしいよ。そういう話ありますよ。すげえな、うん、ちょっと気に入らなかった。で、これあのボルジュクのアンリさんっているんですけど、どの人、シンボルの方の人ですね、太った、うんうんうん、まあ真ん中の人、うん、マルジュ君。これはあのアンリさんは普通なんですけど、うん、家族が全員ヤンキーこれ逆ですね。あの人さ別にそうでもなかった、お父さん暴走族、お母さんレディース、兄二人ヤンキーっていうアンリさんだけはまともっていう。でも芸人やってるから不良みたいなもんなんですけど、うん、くれなかったね、その家系で、うん、そう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 。へ、で一応まあタイガーさんね。いやもうタイガーさんはよく行くわ。うん、タイガーさん意外とそこまで市場にね、まだ知名度的な問題なのかわかんない、出てないですけど、まあなんかたまにそういう話聞いてもあんま喧嘩で負けた覚えがないと本人曰く。強そうだもんね。いや強いだろうね。強いよね。あの人絶対強いでしょうね。だ結構いじられるじゃんあの人って。うん、なんか、うん、いじらす感じにするから。そう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 、怖いもん。そう、どうすんの怒ったらって思う。そう、俺も毎回そういじっていいよっつうけど、やっぱ絶対怒ったら怖いよ。タイガさんって目の奥に力強さ、そうそうだよね、うん、絶対言っちゃいけないラインとかあるよね。平気で、やっぱよういけないかな、みんな完全に隠してくれない感じがする。ヤンキーのやっぱ一部が目に現れてる気がするよね。ね、うん、ガンガンいじるけどみんな。そう、だからまあタイガーさんもそれでいいし、そうやっていきたいっていう意思表示もあるからできるし、全然いいんだよってスタンスなんだけど、いやでも怖い、ね、俺はまあちょっとまだ用できない。いけないよね。いけないか、何かの表紙に分かんないよね。まあね、あのオールナイトニッポンでオードリーさんのラジオにね、うん、あのタイガーさんとペコパが出て、うん、まあペコパが師匠とタイガーさんね、あのオスカープロモーションと一緒だったから。ああ、そうかそうかそうか。やっぱ用いじれないと。ああ、わかるわ。特にオスカーにいるときはタイガーさんちょっと怖かったんで、あれも半年間行ったところだったんだけど、うん、やっぱタイガーさん近寄れなかった。あ、そう、うん。まだそこまでそういうスタンスがなかったんだ。うん、まあ、ポケットから財布もね、あの、二つ折りの財布は半分以上出てるし。それが怖い。落ちんばかりの勢いで出てるし。それが怖いよ、そこはわからんけども。うん、でもね。うん。やっぱ怖かった。あって一言言われる。ああ、そう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 。あってなるよね。なるなる。あ、すいませんってなる。そう。で、あの、あと、はちみつ二郎さんとかね。ああ、まあ、東京ダイナマイトのね。まあ、中学の時はヤンキーと言われていまして、代々木高校定時制だったらしいですね。多いんだね。うん、まあ、風呂なしアパートでバイトしながらやってたらしいですね、高校の時は。自立もしていたという形でございまして。まあ、これが、まあ、割と代表的な、ヤンキーというのでね。まあ、他に、あの、あ、この人結構有名だけど言ってなかったよなんてあったらコメントに書いていただけると。いると思いますよ、うん、ねえ。いや怖いわ、やっぱ芸人なんてやっぱ不良がやることだね、こういうのを見ると。はいはいはい、そうね、うん、基本的に、ね、でやっぱその結構知名度のある人言いましたけど、知名度なくてまあまあ長い人で不良の人も山ほどいるし、うん、うん、そうね、そうね、同期ぐらいの人でも、うん、普通に接してたけどそうだったんだみたいないそうですからね、知らんだけで、まあ、いちいち言わないもんね。もう解散しちゃいましたけど、ドラハッパーって松竹芸能にいたんですけど、それの西条さんでめちゃくちゃ喧嘩強かったからね。へえ、うん、めちゃくちゃ強かって普通にあのヤクザとも喧嘩するらしいです。で勝つという話を噂で聞いたことあります。でもうそれはもう半端じゃないと、喧嘩の強さ。それはもうヤンキーというか、もうもっとなんか、もうなんかもっとすげえもんな感じらしいけど、っていうのもありまして、それがまあ、ね、こういう方の、まあ、流れで、
ね、ちょっと気になった方は名前など書いていただければちょっと参考にさせていただきたいと思います。以上、新聞集めのゴミラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。